何がカノを転落させたのか。夜倉4話を見ました。大体の作品において4話は最初の山場を迎えることが多いのですが、本作もその例に漏れず、新曲リリースを焦げるカノのせいで巻き起こるジェリー内の衝突が描かれました。それに前後してキウイの仲間入りも描かれたのですが、カノの強引なリーダーシップに毅然と反論できる彼女の良い味が出ていましたよね。何も言い返せない真昼や木村ちゃんがとにかく毎日集まれという強行軍に従っていたら、大きな禍根を残していた可能性が高いので、初登場したカノの姉ミオンからカノのアイドル時代の話を聞かされた3人は、毎日は集まれないが徹夜で完成させちゃおうぜということで新曲と MV を作り上げちゃいました。若さの力爆発、このちょっとした無理も青春って感じですな。そしてこちらの新曲が投稿直後にバズったことを描いて次回へ続きましたが、ジェリーの何かが変わるのか、乞うご期待といったところ。そんな青春チックなクリエイティブと対照的に描かれたのが、カノの古巣のアイドルグループサンフラワードールズ、通称サンドーの現在。サンドーのプロデューサーを務めるのがカノの母ユキネという事実には驚きましたが、いまだにカノの暴力事件スキャンダルが尾を引いてるらしく、背水の陣で新曲リリースにかけている模様。テレビ出演、CD ショップ案や、時にはユキネの名前を使った強引な宣伝と、アマチュアのジェリーとは違った昔ながらの芸能界的な営業姿が描かれ、行き当たりばったりなジェリーと厳密に管理統制されたサンドーの違いも今回のお話を楽しむポイントの一つだったのではないかと思います。特に注目したいのが、サンドーの原センターを務める瀬戸ネロ。営業の時はぶりっ子全開なのですが、オフの時にはカノの事件について意味深な反応を見せるなど、シビアな顔も見せており、典型的な裏表のあるアイドルとして表現されています。いよいよ語るべき人物が出揃ってきたというところでしょうか。バズったジェリーの行方も含めて次回からが楽しみです。今回は以上です。皆さんの感想もコメント欄にお寄せください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。母親を喜ばせるためにアイドルをしていたかの。ではなぜ母親プロデュースのグループから脱退することになったのか。表向きは暴力事件を起こし炎上したからということになっているが、カノの口から詳しいことは未だに語られていないし、姉にも話していないようだ。プロデューサーだったユキネはカノをかばおうとしたのか、そうでなかったのか。1話でマスコミに追い回されるアイドル時代のカノのシーンで、記者からユキネの名前を出され痛く動揺しているカノの姿が確認できる。そこにも何かしらのドラマが隠されていると思われる。一番気になるのは、現サンドーのメンバーがこの事件について意味深な反応を示しているところ。本人たちにとって触れたくない過去だというのがわかるが、カノに対する反応や評価を何一つ示さず、重い緊張感だけが存在を物語る。偏見かもしれないが、あの年頃の女の子の集まりなら、カノへの悪口を言ってスカッとするという場面になってもおかしくないと思う。この事件、芸能界の闇が絡んでいるのかもしれない。チャンネル登録お願いします。